皆様こんにちは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。まあ、約1ヶ月ぶりの、更新ですね。もう最近はもう月1が、まあ、標準になってきてますね。10月の4日ぐらいに娘から風邪を、もらってしまいまして、もうそろそろ11月にも差し掛かって、おるんですけども、いまだに、まあ、熱とかね、鼻水とかは問題ないんですけども、咳がですね、まあ、全然回復に、まあ、回復というか、まあ、よくはなっているんですけども、最後の空咳がですね、まあ、どうにもこうにもしつこくですね。ちょっと失礼します。はい、失礼しました。まあ、とにかくこの咳がですね、もう大変辛くてですね、まあ、なかなか、まあ、リバーサイドカフェの更新ができる状況ではなくてですね、また先日の台風19号と、金曜日ですかね、の大雨による、まあ、河川の増水で、まあ、当然河川敷に、まあ、行ってね、なんだかんだできる状況ではとてもございませんでしたので、今日もですね、最近流行りのですね、まあ、ハーフというか点5ですね、点5回目ということで、ちょっとすいません。いやー、もう本当すいません。皆様も風邪には十分気をつけていただきたいと思います。それで、今日は 30.5 回目ということで、まあ、今後もちょっと対応しそうですけどね、この手法に関しましては、30.5 回目の、リバーサイドカフェ、まあ、リバーサイドカフェ ではないんですけど、まあね、このままいきますと、10月は何も更新せずに、終わってしまう状況でしたので、まあ無理やり、まあ無理やりですよね。とさせていただきました。今飲んでますですね、お飲み物がこちらですね。はい、何ですかこれは、ワンダのラテリッチ、キャラメルナッツですね。こちらをいただいています。自販機ですね、ホットです。うん、大変、まあ、まろやかで、まあ、もちろんナッツ感、まあ、ナッツ感よりキャラメルが上に立ってますからね。結構、まあ、美味しいと思いますよ。どうでしょう。はい、もう皆さん咳は気にしないでくださいね。何でしたっけ。まあ、結構甘めの仕上がりで、まあ、結構美味しいと思いますから、期間限定だとおそらく思うんですけども、もしですね見つけたら飲んでみてください。じゃあ早速いきますね。ハーフの、回であまりダラダラやってもしょうがないですからね。今日ご紹介します音源がですね、こちらになりますね。はい、これは何でしょうね。まあ、VK 河川敷プライベートカフェというところなので、まあ、基本的にはもう基本的というか、まあ、大原則として、まあ、ビジュアル系バンドをご紹介する、まあまあ、チャンネルというか、まあ、コンテンツなんですけども、あまりね、まあ、コンセプトを崩したりとか、まあ、コンセプトを崩すのは河川敷でやってない時点で崩れちゃってるんですけども、で、まあ、最低限ね、まあ、ビジュアル系バンドというところで、あまりこう例外は本当に作りたくないんですけども、その例外を、作ってでもちょっとご紹介したい、バンドがこちらになりますね。というわけで、まあ、ビジュアル系バンドでは全くないんですけども、これはですね、クラウドオブリベリオンという、バンドなんですよ。2007年ぐらいから活動なさってらっしゃるのかな。まあ、新潟県出身ということで、まあ、ツインボーカルなんですけども、こちらのですね、昨年ですね、2018年の7月ですかね、リリースしている、フルアルバムになってますね。どういいかはいつも通り、もしご興味ございましたら、何かというか、まあ、動画サイト等でちょっと視聴ご視聴いただければと思うんですけども、まあ、歌詞のメッセージ性がとても大変ですね、強く、
また楽曲そのもの、メロディーも大変、秀逸な、かなりこう一発でビシッとくる、まあ、好きな人にはですね、バンドだと思いますので、ぜひですね、まあ、このリバーサイドカフェをいつもご覧くださってる皆様には、まあ、全力でちょっとご紹介させていただきたい、バンドでございました。まだ、精力的にですね、もちろん活動なさってらっしゃいますので、今後もですね、かなりの期待大の、バンドでございます。まあこれだけですね。まあそういうことですね。11月は、また、正規のですね、リバーサイドカフェを、開催できればと思っておりますので、皆様ですね、どうぞよろしくお願いいたします。あとですね、寒暖差というか、これからはだいぶ気温もですね、下がってくるシーズンに突入しますので、ぜひですね、皆様風邪にはですね、気をつけて、いただければ幸いです。以上ですね、またお会いしましょう。さよなら。